やく完成したぜ。海賊要塞百鬼風学。こいつはどこまでも自由な船よ。なあせいか。おもちゃを好むは愛を変わらずだな。お客さんだ。整備の当番以外は出てこいや。了解っす。見せてやりたかったぜ、異国の海をよ。この船には鬼の牙が仕込んであるのよ。いいか、鬼の牙に噛まれると痛いんだぜ。なんの、奪い返しゃいいだけよ。ああ、やろうとも。面目ねえね、兄貴。お次は鬼の爪だ。これまた俺らの光を焼き付けな。合わせ人身に互いを打つ。すっげー痛いぜ。確かになんという痛そうな仕掛けだ。なんとか知らねえな、鬼の手の優しさをよ。いい男だったぜこの野郎。顔以外はな。何役、それがどうした。お前に何のポイント、誰のためにある。レッドウェイ、えらいこっちゃ。大津波にさらわれた。おめえら、浅宗様を一人にするな。そばにつけ。任せてください、小十郎様。おっと、こいつはさやかが専門かな。確かに我らの火力だが、使いこなせなければ意味はない。そっちが竜王だったんなら、兄貴、あんたがいれば鬼に絡もう。いや、鬼に大砲だぜ。あれゴー。元近といい、調子のいいカラスばかりだな。やるぞ。しっかりそやつがお気に入りじゃねえ。王だなどとお前らしくもない。熱に浮かされたか。手厳しいな、三代目。だが、俺は正気で本気だ。生き様が死に様になっちまう前に引けえ、さやか。いずれまた、獣下を見舞おう。新たな戦場でな。潮時ってもんがある。が、まだそれじゃねえ。あんたは知ってるか。長宗我部軍のこいつを忘れてもらっちゃ困るぜ。あれ、こんなとこにネジが。こいつがうちの技術。俺らの光を焼き付けな。合わせ人身に互いを打つ。最下の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。足なんてかざ。最下の名を出す。百の鬼、その王者が百の傷を刻んでやる。よー、兄貴。毎度おなじみ再会名物のお出ましってか。よう、再会の鬼人。あんたの大波、この竜王に貸す気はねえか。有機同盟ってわけかい。だったらまずあんたの力を示してみせろや。よくねえ。大海原が、異国の海が俺を待ってる。手の匂い。俺が進むは竜の道。Follow me。
後悔はさせねえぜ。